大弁当当日です。やばい、本当に心配なんだけど、8時ぐらいに外の様子を見に行った時は、ね、人は並んでたんだけど、なんか100円娯楽さんのファンの人が多そう。私のこと知ってる人少ないんじゃないかなと思ったんです。いや、私マジネガティブなんだけど大丈夫だよね。私ならできるよって返すのに待ってこうって感じで頑張りたいと思います。とりあえず衣装とか着替えていきます。かわいい。実は中のトップスを忘れまして、白を通じてブルーの間に差し込んでます。意外とさ、みんなが思って100倍ぐらいさ、ドキドキしてさっきまでさ、友達と泊まってたんだけど、友達と泊まってる時の方がやっぱり冷静でいられる、人がいるから、いないとおかしくない？そう思い出した。あのさ、今日10月の12日なんですよ。で、あの、もうすぐトリックトリートメントなわけじゃないですか、世間的には。だからトリックトリートメントだなと思ったので、トークショーが15分ぐらいあるから、お菓子から向こうかな。いや、スタッフさんにも言ってないけど、スタッフさんに言うと思って、アメちゃんと、あの、大橋のブロックさんとか、あ、払って。皆さん、もう少しハロウィンですよね。ハロウィンだと思いた。ハロウィンの日なんて言うんですか。こうやって私ながら、あの、着替えてあげてないようにします。15分前です。逆に何もなさすぎてビビってます。ま、マジでさ、こっちとら緊張してるわけじゃん。だからさ、応援の一言ちょうだいよ。応援の一言ちょうだいよ。頑張れ。何やねん、もうちょいあるよ。もうちょいあるわ。大丈夫だよ。腹立つ。あと10分ぐらいで始まるんだけどさ、大丈夫だと思う？大丈夫だ。なんかもうちょっとさ、愛情欲しい。愛情そういうんじゃないやん、こんなの。ちょっとさ、こんなのは変に普通に応援する方が緊張するわ。うん、確かにね。で、よかった、一番のアンチなこと言ってきて。いや、マジで今日来た人全員100円娯楽目当てだから、お前誰も呼んでねえ。嫌になってきた。あ、はい、サブサブさん、ありがとうございます。お願いいたします。行ってきます。この奥にサンリオコーナーの、それが今一番楽しみ。やばいよね、普通に。じゃあ、アベント行ってきます。頑張れ頑張れ。私、ペンネームマリオ君からお手紙いただきました。ありがとうございます。ハロウィン何しますか？めちゃくちゃどっちゃね。もうハロウィン何しますか？ダイエットに。だからこのメールの10月31日です。そうです。はい。何ですか？まあ、もっぱら家でここに焼き飛ばせてるんだから。毎日ハロウィンじゃないか。まあ、配信は多分去年もやってて、あの、この髪だけで多分差し切れるって、ハロウィンを絶対にやると思います。一応ありました。
住んでて楽しかったです。緊張もあったけど、まあなんかいいところが出せたんじゃないかなと思っていながらも、正直不安なところもありながらも楽しませていただけたかなと思います。なんかね、みんなからうちの彼氏くん、こんちゃんは連絡をくれてまして、なんか緊張してたら今来てくれてるから楽しませないよって言ってくれまして、本当にありがたいなと思っています。はい、おかげさまで頑張りました。今はブログで担いでやってます。なんかちょっとね、プレゼント覗いたもん、どんぐらい入ってんだろうと思ってプレゼント覗いたらめっちゃ入ってて、びっくりしたもん。カゴに1個パンパンぐらいな感じになってて、もしちょっと買う量が多かったりとかするかもしれないけど、本当に一人一人の気持ちがすごい届いたなって思ってます。一部以上に二部も楽しみがセレターというか、一人でも嬉しいなって思ってもらえる時間になってくれたらなと思っているので頑張りたいと思います。ほな、行ってきます。にゃいただきまして、もう嬉しい気持ちがいっぱいです。溢れてます、本当に。わあ、私も泣きそうだ。やっぱなんか一人一人の優しさがすごいギューってされて凝縮された感じもありながら、反省する部分もたくさんあって、だけどなんかそれを覆すほどのみんなの優しさとか、スタッフさんの優しさとか、シンプルに実感できる日になったかなと。今私にできる最大限は多分できたなと思っているのと、これを通してまつちゃんっていう存在を知ってくださった方がもしいるのであれば、本当にありがたい気持ちがいっぱいなのと、本当に地元の子とかももちろん来てくれたりとか、まつちゃんずっと会いたくて、できるレイジャース怖くてとかって言ってくださる方とかもいて、いっぱい考えさせられる一日だったと思っております。いろいろ考えたらいっぱい泣きそうなんだけど、もうでももうこうやってステージに立たせていただけてることも、もちろん百円コラクさんの力もありながら、私は盛大にもうみんなの目の前で堂々と媚びを打っていきたいと思います。本当にみんな大好きです。本当にありがとうございます。ちょっとね、この Vlog 感満載なんですけど、まあ、それもそれで良きでしょう。私の気持ちを伝わってくれれば嬉しいので、なんか思ってることを言語化するのはすごい苦手だけど、全部素直な率直な意見ではありますので、よかったらここから一気に好きになってください。ありがとうございます。小さい声だからどこまで声出していいか分からなくて、ずっと小さい声でごめんなさい。どこやもなくそうと写真撮りたかったな、でもちょっと忙しそうなもんで仕方ない。ありがとう、ご楽を。では、じゃあ動画、いいね、コメント、チャンネル登録と、インスタグラム、X、LINE、アップ、チャット、TikTok もまつちゃんでやってますので、ぜひよろしくお願いします。